阿蘇市一宮町にある坂梨地区。ここ坂梨地区には熊本県阿蘇市と大分県竹田市を結ぶ滝室坂があります。この滝室坂は熊本地震の際に大分から阿蘇地域への唯一の救済ルートとして大切な役割を果たしました。しかし平成24年の九州北部豪雨では40日間にわたり通行止めになりました。そのため代替となる新たな道路の建設が検討されてきました。そこで国土交通省は平成30年度中九州横断道路に着工することを決定し、ここ坂梨地区でもトンネル工事が進められることになりました。阿蘇側からは大手工事業者が手を組み、工事全体の約半分、およそ 2.7 キロを担当しています。阿蘇の外輪山を掘るこの工事を迅速かつ安全に進めるために、滝室坂トンネルではデジタルを駆使した作業が行われようとしています。それが革新的なデジタル技術を導入し、建設現場の飛躍的な生産性向上を目指す国土交通省のプロジェクト、通称プリズムです。日本初、そして世界でも稀に見る新しい技術、阿蘇の滝室坂トンネルでどんなことが行われているんでしょうか。まず一つ目が坑道モニタリングシステムです。この特殊カメラで捉えた映像が作業員と機械との距離などを把握することで、作業効率の向上、危険を察知したりなど、より安全を確保できることが期待されています。これ現場の作業者さんをいかに安全に効率的に働いていただけるような環境を作るかという部分にフォーカスを当てて、そのため の必要なデータを取得するですとか、安全管理に必要な情報を提供しているという部分にかなり力を注いでいます。そして2つ目がデジタルカメラ測量です。トンネル内の断面をデジタル撮影し 3D に合成、掘っている断面を多角的に見ることのできるデータを蓄積・活用していくことで、より効率的に作業を進めることができます。3つ目が作業員の体調管理です。今作業員様の健康状態をチェックするためにヘルメットにですねセンサーをつけさせていただいております。その、センサーによって、脈拍を、取得しております。その脈拍から作業員様の体調を、測定しまして、健康管理、あとですね生産性向上につなげる活動をしております。また腕時計型の、活動量計を、つけていただきまして、その日の活動どれぐらいの行動されているかを、測って、今後の、業務活動生産性向上に努めるようにしております。そして最後に遠隔でトンネル内の様子を見ることができるシステムです。通常建設中のトンネル内の様子は実際にトンネルに入らなければ見ることができませんでしたが、このシステムを使うと離れた場所からでもトンネル内の様子を同時に見ることができます。我々のですね自動化システム等がですね現場できっと受け入れられるかなというところでですねシステムを構築しているというところで、計測測量の自動化というですねシステムを提供させていただいております。このような多角的な技術がすべて導入されているのは世界的に見てもこのトンネルだけです。私たちの生活に直結する滝室坂トンネルはこのような最新技術を使って作業が進んでいます。このトンネルが市民にとって災害に強く物流の効率化を図るとともに、走りやすく安全な道路として機能することが期待されています。